60分しか撮れないから本当はね、電波がいけると思いますね。どうなんですか？あ、そっか、電波の問題もあるんだ。途中で止まると思います。はい、ケイツさんね、まあ、こういうはい、ケイツさん、原さん、どうも。ケイツさん、後ろからコメントしてるし。ラインダイブいけるかな、これ電波いけっかな、これさあ、やってまいりました、ここはお武士の霊が出ると言われるトンネルです。見ての通り明るいです。はい、ゆみさん、こんばんは。すごい、なんかね、ラインライブで心霊配信初めてだから。あ、丸さんもね、こんばんはですね。一輪のバラを送りました。何これ。はい。これ。はい、スターン、こんばんはです。ラインライブ初の心霊配信。ちょっと ひとまずちょっと探索してみますか。はい、皆様おはようございます。4月30日、今日は雨がすごいですね。そんなわけで今日は、私ここ侍の出るトンネルを来たんですけどね、デストピアサウザンドです。なんちゃって。はい、チャミンさん、こんばんはです。デストピアさんの真似したんだけど、似てたかな。これ結構いけんな、電波あるな、これ。ラインダービーいけんじゃねえ、これ。はい、ランナーさん、こんばんは。す、今日はマイルド、雨が降ってるんでトンネル系なんですけども、結構明るいっす。なんとツーさんが前から歩いてきます。来てます、ツルさん。先に配信始めてたとは、自由だな。あ、ここ2本だな。シャッシャッスオーさん、シャッス。ここが電波ギリだね。なんか変なんだよ。ですよね。うん、もう変なとこ電波が悪い。電波が悪いね。はい、英子さん、こんばんは。はい、皆様、5月30日デストピアサウザンドです。動画に残っちゃうから。激にですか。ありがとうございます。電波いけっかな、これ。先日ですね、私ね、ペヤングソース焼きそばのメガ盛りを食べたんですけどね、あれはもう絶対食べたことないんですよ。とてもじゃないけど食べられないんですよ。たまに来る。もうここ電波ギリなんで、たまにぐるぐるなるでしょ。あ、ここはアンテナさんも。
いやー、そんなわけで、そんなようなデストピアサウザンドです。はいはいはい、初ラインですね。そう、スオさん初ラインライブ。フォローありがとうございます。イエイイエイイエイ、いけっかな、 AU はいける、これ。厨房さん、あー厨房さんね、スオって呼ぶの、厨房スオどっちなの。厨房さんですね。もしかして俺が読み方間違えて厨房さんって呼んでた、もしかして。すごい、あ、ここダメ、1本だアンテナが。向こうは電波ないみたいだ。すげえ、みんな駄目だ、楽だった最初、きついな。配信中なんで、やばいやばい、電波がなくて。配信中。これドルさんさ、これってさ、枠が止まったんだけど、 LINE ライブの機能が分かんねえからさどうしよう、は、一時停止してるよ。電波がね、なかった電波がなかったんだ、電波がなかったらこれもう2本しかないんだ。電波がないこれ。復活しました、すいません。LINE ライブはあの機能がよく分かってないから、まあインカメ今なっちゃったんだけど、ペヤングを食べたらね、食べ物じゃないけど食べられたもんじゃないんですよね。あれ普通に食べたら2000カロリーぐらいあるから、私ねちょっと残しちゃったんですよ。そんなようなデストピアサウザンドです。はい、やっほー、しゃっす、しゃっす、しゃっす。いやー、すごいね、これ。ドルさん、電波どうすか？電波悪い？悪いですか、やっぱり。あっちの方行くと電波がないですね。あっちの方行くと電波ないの。ソフトタッチ。ここさ、なんかすごい。はい、ゆかりさん、こんばんはです。どうも。ゆっくりしてってください。今日は LINE ライブ初なんですけども、ドルさんがなんか電波がないそうです。え、電波がないの、わかんねえな。
人は通るよ、ちょっと待って人通るじゃん、これ。はい、おじさんさん、こんばんはす。これでもただの自転車道なんですけど、ぱっと見上がね、定石です。はるみさんわかんない、ドルさんの方いいんじゃないかな。俺も今日このラインライブはもう試験的にやってるって感じで、ビデオ撮影オンリーですもん。もうこの場所知ってる？あ、知ってるんだ、ここなんか落ち武者の霊が出るっていう話なんですけど、出たのは普通に通行人の方しか出ないんですけど。あ、涼介さんお疲れ様です。涼介さんそのアイコンこれ似てないですか、僕。あれ涼介さんのこのアイコン一緒じゃん、これもうこれどう？ここ通る？ここ、そう、全然。何？ここでしょ、うん、これは違うからね。これあの城じゃない。宗教関係みたいな。そうお城見て見当てで作った、うん。これ廃墟があるんですよ。すげえ声響く。何？ね、人通るじゃん、ここ。人通る、うん。普通に通るね。並列方向やめなさい。はい、止まります。ここ何、やっぱ有名なんですか、ここ。まあ一応乗ってるよ、ここ飛んでれば。あ、乗ってるんですか。シネスポットで有名だね。あ、有名なんだ、ここ。ほら、このお城が、ね、あーで、ほら、本当は旧がさっきのあったじゃん、あれが入れた時はすごく怖いよね、あれね。ただもう埋もれちゃって、そう、閉めたんじゃないで、埋もれて水没してるだけだから。なるほど。もうびしょびしょになってますよ。そういった曰くなんですね、ここは。はい、緊急車の方です。はい、また電波不足。電波不足になってる。はい、どうぞ。ここは本当はい、マリアさん、こんばんは。ゆっくりしてってちょうだい。ここはね、途中までしか電波が入んないから、途中までね。やばいね、ここ。ラインライブで心霊配信っていうのが新たな試みだ、これ。よくよく考えるとやってる人いるか、これ。あんまり。アンテナ3本だけど、これってさ、ラインライブってこう拡大できるんだ、ガチョンガチョン。できるね、ガチョンできるね、これラインライブも。ガチョンができるじゃん、これラインライブも。でもガチョンあんま好きじゃない。落ち武者よ、今こそ尋常に勝負したまえ。落ち武者よ、どうでしょうか、ここ。怖いですか、ここ。僕は怖いと思わないですけど。招き猫ブルーってなんだろう、これ。すごい、ありがとう、招き猫。こう、なんつうかね、交通量多いし。あ、お疲れっす、あーちゃん、どうも。
お疲れ様でした。昨日はどうもありがとうございます。今日はまったり LINE ライブで配信でよろしくお願いします。マリエさんがスクショを撮りました。なるほど、マリアさん、マリエさんじゃない、マリアさんですけど、まあね、スクショ撮ったこともこれ表示されるんだ。これすげえな、 LINE ライブ、 LINE ライブって結構いいね、これ。おお、テイオさん、いらっしゃい。ここやばいよ、電波が一応ね途中まであるんだけど、これ有名なんだって。俺だから全然知らなかった、ここ。さあ今日はどこに来てるでしょうか。あ、押してしまいました。はあ、ははあ、全然ありがとう。俺もよくわかんないから LINE ライブ、 LINE ライブ、あの初心者すぎちゃってね、全くよくわからないな。このアイコンとかのこうあれとか、ピストさんがハートを送る、ハートとかこう、うん、あ、ご飯食べるんで OKOKOK、 全然ご飯、ご飯、今日はね、ご飯、僕あれですよ、麻婆丼食いましたよ。麻婆丼、ラーメン、ラーメンと麻婆丼。ドルさん何、中入れない感じこれ。ちょっと待って、充電しねえと。やべえ、充電が。アンドロイドシステム、充電しねえと、充電が 58% しかなくなってた。しかし、さあ、ここで定点映像で。点点が、定点ができないんで、俺が定点する。何か現象が起きればいいんだろうな。起きるとしたら、あのあれしか起きないと思うんだけどな、あの先のあの赤ランプがさ、ピカ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 、なんだろう、これ緊急ボタンかな、これ。これだな。でも違和感がよくわかんないんだよな、ここな。落ち武者の霊っていうのか。あれ、ドルさん、明智光秀でしたっけ。明智光秀、明智光秀、この間の明智光秀が OK。 うん、あれ、ドルさんどこ行ったの。ヒナ、はい、テオさん、本よろしくっす。 LINE ライブよろしく。明智光秀関連の、その上が定石ですから、なんかその関連してなんか出てくるらしいんですよ、事務所の例が。あ、リサさん、どうもどうも、お疲れさんです。そう、 LINE ライブ今日初ですよね、心霊スポットで LINE ライブ。いつ、あ、石田三成か、ごめんなさい、石田三成ですね、石田三成、 石田三成の関連のその例なんですかね。他になんかそういうなんですね、落ち武者以外のなんか曰くっていうのはなんかあるんですかね。旧トンネルって何？テオさん、旧トンネル、え、これ旧トンネルがあるんですか？あ、ちょっと近く行こう。声が響いちゃう、でっけえ声です。え？マジっすか、俺ちょっと行ってる、ちょっとまだ1時間まで時間あるから。でもダメ、途中からもう下顔上手だったし、うん、下ぐちゃぐちゃだから、マジっすか、で、木がいっぱい、靴とか草がいっぱいで、うん、いけない。マジっすか、俺さっき言うと靴が汚れる。でもさっきちょっと行ってみたら、うん、でもそのさっき、うん、いけない。 いや、俺長靴持ってるから長靴履いていくわ。いや、それもすごいよ。あ、大丈夫です。それはね、慣れてるから俺。ちょっと行ってくる。うん、ちょっと行ってくるよ。なんかここずーっと。
しますか。ちょっとドルさんたちはトンネルもあるけど、俺はちょっと雨でも行きますんで、ちょっと森の中入ればさ、ある程度は森の、ちょっと俺行ってくるよ。そう、何人かで来てる。これちょっとこっちの方もさ、なんかあるみたいなんで、そう、すごいよここ、怖いよマジで。旧トンネルがあるんだってよ。まあ LINE ライブと YouTube ライブ並行してやるかね、これからは。ちょっとツイキャスはもう発揮して参入しても枠がさ多いからさ、ツイキャスの方は見て、廃墟あんのよここ。ほら怖いよこれ、廃屋か、すごいっしょ、怖い。こっちから急に行けるんだ。うわ、長靴を持ってきて正解だ俺。長靴だよここ。さっきね、ちょっと待って、長靴正解。ほら倉庫が、ビデオカメラがびちょびちょ。ラインライブ綺麗でしょ。全然違うでしょ。1時間しか、はい、あの枠ができないから、まあ、一軒1時間。すげえ、何これ、いけねえじゃんこれ。長靴履いてきて正解。長靴を履いた猫。でしょ、生活感。なんだこれ。すげえ雨だな。出てくるのこれ。こっちに流れてる感じ。でも電波ないよここ。これ電波ないよここ。電波が。俺は長靴を、そのためにこういう日のために長靴をさ用意してるわけよ。いや結構ね、廃車がこうあってすごいよこれ。会社すごいね、すごくね、これスクショポイントだよ。みんなこれスクショして、今スクショ祭り。これは早めにしないと俺もさ先進むよ。もうだ、電波がない。悪いけど電波がない。どういうわけか、電波がないね。一本2本だよ。でも映像綺麗に映ってる。これ廃車だらけだね。これズボン、まあ、ズボンはね、ヒデさん廃車。あーでもここアンテナ3本。あれあれすげえここ、何ここ。いやこれ貴重だよここ、貴重なスポットだねこれ。行けるとこまでね、雨降ってるし、
もうこれは今日はもうちゃんと着替え持ってきてるんで、あの俺は怨念こもってるわ、どう見ても。あ、出てきました。あ、旧トンネル。やばい、水没してる。雨宿りできんじゃん、こっちで。雨宿り、ここがやばいんでしょ。雨宿りさしても、いやちょっとやばいっす。トンネルです。ここのトンネルがやばいんですよ。こっちのトンネル電波いけねえだろこれ。うわ、ハレーションしちゃうこれ。やばいこれ。はい、カリンさんこんばんす。ドルさんたちは多分下にいると思うんですけど、今僕は偵察でこっちに来たんですけど、やばいこれ、やばいです。ここな、石田三成って言ってたな、 K2 さんが。石田三成関連のここ定石が あるとこなんで、こう定石につながるんだっつって。 で下の自転車道もさっき映してた、そこが落ち武者の霊とかもそっちにまで影響しちゃうんですって。これでもいけないよ、水没してるから。これ以上はいけないよ、もう完全に女性の霊。あ、でもちょっと待って待って、電波がないよ、もうアンテナ立たない、奥行きすぎると。ズームで撮ろう。いや、これあれだね、でしょう。これやばくね、これ。1時間が限度だな、これ。ぐるぐるになるでしょう、やっぱ。うん、変な声してるよ、ほら。やばい、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 やばい。てかスタビライザーがぶっ壊れてる、もう機材が壊れてんな。ドルさんの画面真っ暗の。やばいって、これ怖い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 。俺みんな、ツルさんとか途中までで、あのやっぱり下が抜かるんでか、普通の靴だとさ、いけねえからさ、俺はもう長靴をこう今履いてきてるんで、こういう悪路に対応するために。これはただ電波が悪い、すごい。ここが限度だね。え、ちょっと待って、今ここなんか影通った、影通った。電波悪い、外から引っ張ってるから。影通ったよ、今黒い影。助けて、ここが3本だから、ここがギリだな、ここがギリ。なんだよ、枠が落ちたぞ。枠が閉じちゃったよ。変な音するもん。はい、あ、オッケーオッケー。よく危なかった、枠が落ちるとかだ。電波がこれ以上いけない、水没してる。うん、水没しちゃってもこれ。いや、ちょちょ、今さ、ちょっと怖かったんだけど、いけない、電波止まっちゃ、あのこうやってか黒い影が通ったんだけど、目の前で完全に見えたんだけど俺。
やばいってこれ、目の前立ってる、やばいでしょこれ。うわー、なんか光が反射してんだこれ。止まった？何？いや、やばいってやばいやばい、もやが出て、もやが出てんだけど、やばい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 、ちょっとちょっとちょっと、これ川ない川、ちくしょう、ビデオカメラの機材がもうハレーションしたんだよね、中で映んなくて、懐中電灯。顔映ってた、上は違う道だよ。何、上は違う道って。うん、オッケーオッケー、直美さんどうも。普通にだってあれで一本土できたよ、あのヒデさん、ここ。え、なんか足音する。足音する。え、黒いの通った。一本道だよこれ。これ旧道でしょ、だからここ。旧道。電波ないの？名称？いや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 。どうなんだろう、俺下の状況わかんないや。鶴さんは？直美さん。鶴さんの方ツイキャス。あ、コウモリだ、コウモリ。あ、コウモリ？あれ？ただね、ビデオカメラがね、微妙なんだよな。 LINE ライブの方はしっかりさ、映ってんだけど、ビデオカメラがさ、こう、なんつうんだろう、ハレーションしちゃう。こう、怖い、非常に怖い。コウモリ、コウモリしちゃなんか怖かったな。光に寄ってくるか、コウモリ。怖えな。何この画面って、わか、え、ねえねえ、どういうこと、直美さん。どうした？はい、キラさんこんばんはです。何体もいる気がする。ただね、中電波が安定しない。水没してるし、ここ、このトンネル行けないよ、先は。先が気になるけどね。画面フリーズ中？そんなことないよ、動いてるよ。配信してるけど、ただ定点してんだけ今。定点映像。あー、なんかオーブンみたいなの通った？これちょっともうちょっと行き過ぎるとアンテナがなくなっちゃう。怖いやな、後ろも怖いし前も怖け、前も怖けりゃ、これ何なのここ。どこまで？いや、あれだよ、あの廃屋の先歩いてきたんだよ、ヒデさん。そしたらトンネル出れるよ、これ普通に。まっすぐ、まっすぐっていうかさ、なんだろう、少しあの廃車自体に、廃車が先にあるんですよね。廃車自体に歩いていくとこのトンネルたどり着くよ、これ。これ、これでしょ、この位置。これ
廃車伝いでこれ。あ、でもね、長靴ないとこれ。よし、ここで幽霊が多分いると思われるところで異界送りの儀式を行いたいと思います。多分いると思うから、何見えん、おやばい、女の笑い声聞こえた。あなたを見ます。
の墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。線路か霊は静まったことでしょう。さて、そろそろ戻りたいと思います。ちょっとみんなが心配するんでね。水に手が出てた？まさか。これやばいね。これじゃあもう戻ろう。危ないわ。これちょっとすごいマイナーなすげえ心霊スポットだな。これやばい。あ、藤井さんお疲れさんっす。ここは長靴、長靴必須だよ。長靴。見て、廃車があるの。廃車、廃車だ。はい、運転手さん出てきてください。免許証確認してますんで、免許証出してください。ドルさん待ってる、今戻るよって。とりあえず儀式は完了したから、儀式。やべえ、すげえなこれ。うわ、会社だらけ。まさかこんなのが上にあったとは思わなかった。下でみんな待機してんのかな。ここで折れ曲がっていくんで、こうヒデさん見てたら、そこからこう折れ曲がってこう行くだけで。これ恐怖の現場シリーズ。そう、廃車があって、ただすっげー傷、傘がぶっ壊れる。ね、このね、雨の日に行くとこじゃねえなこれ。トンネルのとこ、まあ今日ミッションはここね。怖いんですよ、人の気配がするんですね。どうやらここいます。これすごいっす、ここ。うわぁ、うわぁ。す、
配信終了する？いやいやいいえ。何な霊障です。今配信を勝手に霊が終了させようとしてました。次の元号は令和です。皆さん平成最後の一発目のトンネルを。やべ、廃墟。やばい、まあ、咳が止まんねえ。霊障か、これ。あそこの廃墟の生ライブはね、ちょっとね、まずいんで、ごめんなさい。不法侵入なんで、雨宿りさして、うわぁ、やばいよ上。トンネルは途中までしか行けない。行けないんだ。水没してるから。水没してんだ。そう。深い。もうあのどっちかっていうと。すごいな。で長靴の。え？深いんだ。深くて多分ここまで行っちゃうんで。あ、行っちゃうんだ。もうダメじゃん。腰の高さまで行っちゃうんで。あ、じゃあ無理だね。ウェーバーとかないと。あ、無理だね。で、なんかね、やっぱ上なんか変な気配感じた。やっぱいる。いる。これ武士でしょ、ここ。そうですね。これ定石なんですよ、上。上がだからそのあれで石田三成の。石田三成の。この辺では女性の霊がそこで映るんだけど。何を飲む？いやもうここやばいって本当に。いやなんかもう。気配感じちゃって。いつも言うんだよ、三つ成の家来のボールは。だってこれ落とされてるからね、きっと。だってほら、石田のお城だから。すごいね、ロケーションは。はい、ベジタさん、こんばんは。ちょうどね、ここは。まさか今日は、そうだ、やめてもいいよ。うん。いや、朝4時までやっていかないけど、うまいやつどこなんだろう。朝4時まで？うん。うまいやつどこなんだろう。うまいよ、チャイフも美味しいんだ。へー、うまいどこなの、うまいどこなのか分かんない。はいはいはい、いや、怖いね、こう近かったと飯屋敷さんが気合って帰るからここね、あの伊達屋水郷で、あの皆さん行っちゃダメですよ、これ意外がいい、やばいよ。 YouTube ユーザー、ツイキャスユーザー、ラインライブユーザーの皆さん、ね、ここ取り憑かれる。ここはね、普通じゃない。やばいよね。こっちが現世だったら、あっちはあの世。まあ、そういったところです。やばい、吸い込まれるかと思った、本当に。やばい。だからこの下の自転車道にも影響が出る原因が分かった。死骸の森行きますか。行きますか。じゃあ。押してるみたいなんで。寒いね。じゃあ、これで次死骸の森行きます。死骸の森行きましょう。